台湾有事、それは日本有事です。すなわち日米同盟の有事でもあります。この点の認識を北京の人々は、とりわけ習近平主席は断じて見誤るべきではありません。もう打撃力を持つ、反撃力を持つというのは、これ当然のこの時代には要求されることであって、これは戦争をしようということではないんです。彼らが必ず、怖いよ